確実に増やす氷回り一年満期といえば割り勝です。商工中金割り勝零時です。なんだよ運転手。ねえお客さん、この車中が広々としてて気持ちいいでしょ。ああ客、高浜田タクシーと命名する。聞いてやると分かんないけどいいや。小竹解決あがれ。2月15日ですね、はい。バレンタインでは皆さんどうでしたか。チョコレートなんかもらった。ねえ、お口をされての歌聞いた。バレンタインデーイーそれであの人ね、もっと陸上部で話したら早いんだ。そうだよ、でもね、可愛いんだぜ、そう、あ、福島由美子ちゃんからお互いにもらいました。チョコレートもらいました、ありがとうございました。バーボンの入ったやつね、後でそのチョコレートのに書いてあったあの紙の謎があるんで、それを言います。今週と来週は優秀作品には TBS テレカをプレゼントしちゃうと。この TBS テレカはですね、はい、公衆電話に入れると相手と話ができる。素晴らしい、多いですね、秘密のカードね。そういうことですね。さあ今週もですね、スペシャル企画があります。その名も小崎モノマネブックメーカー。ブックメーカー一郎さん、一郎さんということでね、4人の回答者が私のね、フリッパーラビーの白手長さが何のモノマネかが当てるわけです。皆さんあんまり知りませんからね、その回答者をちょっと言いましょう、はい。皆さんペンとメモの準備は今からしといてください。いいですか。プリンセスプリンセス代表は奥井かおりさん。おお、プリンセスプリンセスさ、ね、奥井かおりちゃんも可愛いのしてたんだけど、他の人も綺麗ですね。多いよね。いや、驚きがついたの。それまであんまり抜かなかったけど、最近パンパンと抜くじゃない。ハウンドドッグ代表大友康平さん、柔道強いんですよ、ね、強いんです、いい体してる、新設のビル代表は佐野陽子さん。陽子ちゃんはね、本当は横のね、あの地主さんの薬局屋さんが出たい人なんだけど、一回放送聞いたら勘弁してくれてたんですね。コミックのクラブ代表はカールスモーキー石井さんです。カールスモーキー石井さん来週ゲストでまたひよこに次ぐギャグを飛ばしてくれることになってますね。妹さんがね、似てるんですよね。綺麗な、綺麗なんですよ。さあ楽しみでございますね。さあ今日は中身いっぱいだからどんどん行っちゃいましょう。はい、今 TBS の代表番号に電話するとお姉さんがアメリカズカップの TBS ですと答えます。その TBS アメリカズカップのテーマ曲です。山下達郎さんのブロー。カメラ、 AV、 OA、 時計、ゲーム、ハードからソフトまで専門店ならではの品揃えと安さが違います。新宿西口ヨドバシカメラ。柔らかいドリーム EX スーパー200でも割れにくい高酸素透過性ハードレンズドリーム EX スーパー200は1週間連続使用 OK。 昭和コンタクトは 03-3493-9090。 コンタクトレンズをお求めの際は眼科医の処方が必要です。カスナイのキャンディー花の口づけ。第5回石井食品カルチャーアラカルト。バーブラ・ストライザンド監督主演サウスキャロライナ愛と追憶の彼方。この試写会を2月27日6時半から TBS ホールで行います。ご希望の方はハガキで TBS ラジオカルチャーアラカルトの係まで。コサキンニュースウィークリー。ムックンルーと一緒にハウンドドッグ公園へ行く。この間の月曜日ですね、日曜日ですね、はい、ルーがですね、アッコにお任せに出て、はい、その後まあ、ヤギ英会の流れもありまして、うちのね、寿司家族の寿司を、寿司ならこっちもらえるでしょ、食欲なくても、ね、ああいう時ってほら、食欲なくなってさ、で、約束したんです。浩平ちゃん見に行くからね、で、まあ、僕んちの寿司屋で寿司20個頼んどいて、妻に、じゃあどうしようかと、ルーと。だからルーが、あっこだけだからさ、終わったらお前んち行くよってことになって、ヤジーが乗せて僕に来たわけです。だから最初、ピンポーン、はいって言ったら、女房が出たら、あっしです。
なんで上がって次郎から、ね、上がってきたわけ、うん、そしたらうちの歩みと翔太がどうしたかっていうと、うん、誰が来るの？ルーだよって言ったら、って子供部屋に隠れて覗いて見てるのか。鬼じゃない、生ハゲやってない怖いっすね、ダダも金色に対して怖いっつって来て、あ、翔太くんだ、実際に知ってんだよ翔太くんのことと、人がアプローチしたら面白いから、うん、今度まとわりついたっけ、うん、で電話して、うん、筋できましたかって親父に電話したら、できてるわっつって、じゃルー連れてって、うん、ちょっとあのまだ早いから、うん、ちょっと筋食わしてくれよ、先にブーって言って筋食って、まず大柴さん、大柴さんとか母親が言って、うん、やめてよルーでいいんですよ僕もお母さんのことママって呼んじゃうから、いいでしょパパとか言って、ママ板前さんのことは、あ、すいません、板前さんだとちょっと嫌なんで、寿司にいいかな、おい、なんでもいいが好きなんだね、いいとかパパとかいちいちね食べて、こういうな、このトロは弟パパすごいよ、このトロちょっとマグロも泣いちゃうぜとかそれで俺危険を感じたの、じゃあ行こうかって、だからちょっと道も道も空いてて、あの駐車場とかないと思ったわけ、たらすぐあったの、入れてくれちゃったの、ずーっと言ったら、あ、どんか小坂さん入ってください、あ、すいませんって乗って、で段ボールバーって持ってって、そしたらまだリハーサル真っ最中舞台でやったわけです、声聞こえて、で控室入って、あの姉さんケータリングのお姉さんだけで、ね、はっとか顔するわけですと、コーヒーいただけるから僕にとか言って、もうだから早すぎるよお前、どうすんだよって文句言い出したから、そうだ、ね、じゃあ喫茶店あったから2階に、ここにいてもね、ケータリングの人も気遣っちゃうし、あれまだっていうか、すいません、うん、大丈夫ですかって、あ、もうあのステッカー貼ってれば大丈夫ですかって、また出て、うん、だから喫茶ブドウっていうのあるんですよ、うん、まずその店の名前にうるさいってわけ、うん、あんなんだよブドウってさ日本のよりはルーの方が自分ださ、ブドウまで書くんだって、ブドウ缶の方がシャキッとしてるんだよ、すごい、入ってコーヒー頼んで飲んでたら、いきなりさ、もうゆっくりするのかと思ったわけ、うん、たらコーヒー飲んで、久しぶりだな、コンサート生で見るのとか言ってるわけ、うん、あ、そうとか言ってさ、ちょっと散歩しようさ、北の丸公園をって言われて、それで、いや、もうファンの人とか早い人ほら、うん、ハモったりしているわけ、それでここでさ、俺も出してもらったんだよな、小崎の時すごかったよなここでやったんだよな、確かにな、すごいよなとか言って、うん、あのおかげで今俺何も怖くなくなったんだよ。それで、まあ、怖がってるくせに。で、そうだったらやっぱみんな、あ、ルーさんって言うわけ、写真ですかって。あ、ちょっとごめん、今ね、僕のマブダチの小堺と話をするってことさ。おぉ不思議なんだけど、みんな納得するんだよ。あ、そうですかとか言って。そしたらなんか奥の方へどんどん入っていくわけの、お堀の方のあの、ベンチがある、アベックがいっぱいいる。で、寒いのに日曜日だから、あの、いるんですよ。寄り添った恋人たちが。なんでこっちの方いいよ、あっちの方芝生の方行こうよ、なんだよこっち行かせたいわけがあるんだよつって、うん、そしたらアベックとかさ、なんか変うるさいの声がでかいから、うん、顔してみるじゃん、うん、そうみんなで見た後にうるさいって去っていくわけ、そしたらハッピーとか言うわけ、ハッピートギャザーなんだよとか言って、でお堀の一番先端のもう千鳥ヶ淵に落ちちゃうところにまで行くわけよ、なんなんだよって言ったらさ、いきなり目がさランランとしてさ、お互いこの大きい木あるだろう、この場所は、でそこ石のベンチがあって、この場所は俺のファーストキスの場所どんなの、それで小坂井君に見せたらどうすんだ俺 いつ連れてきてくれって言ったんすかね、お前に見てほしかったんだよ、なんで変わってないのこの木、そうこの木のくぼみで彼女はちょっと足をくじきそうになってオーマイガーってだったんだよ、その場所がね、その場所が僕が呼び込む時に初めてタバコを吸った場所だったの、うん、ね、それであれなんかあるんだ、ルーさん悪いんだけど俺ここタバコ吸った場所なんだよってさ、なんだよ俺とお前はさどうしそうさ全部つながりがあるんだよやだな、でもお前そのいくつの時だよって18度呼び込むのか19度かだよって言った、その俺はな4年ぐらい前なんだよ、俺の先なんだから敬えよとか俺わけわかんないんで、それでまた帰ってまた待ってたらくだで、このおいやったら終わったわけね、で、あーっつってお寿司食べてくださいさ、おいしいからさ寿司から来たからとか言って行ってやってよとか言ってさ、で見てたんだけど、うん、アリーナ席の、うん、あの PA 席の横、うん、一番アリーナの一番後ろの方だったわけ、うん、でもう一回またあの開演前でみんなも、まあ「へえ怖え」とか言って、うんで改めてまたさ、あここでやったんだよね、すごいよな、ここがいっぱいだったんだもんな、その日も前になるって、へえとか言ってるわけで、始まったわけ、最初嵐の金曜日でさ、ワイングラスのーって、こわーって横見たら、いや
って。わかるじゃん、新さん。わかるわかるわかる。いや。とか言ったわけ。で、後半でもうロックンロールだとか言ってさ、もう途中で、カーンとかやったわけ。でもさ、いかんせん38だから、全員ずっと立ってるの2時間ぐらい。ルーはね、立ったり座ったりしてるんですよ。そりゃしょうがない。で、終わってからさ、ヘイちゃんすごいよ、ヘイちゃん。すごいよ、ロックンローラーだよ、とか言って。小沢がこういう時はね、帰りはね、ペッと挨拶だけして帰った方がいいんだよと、うん、俺もそうするよって、うん、いや挨拶しなくていいよって言ったら、うん、あっちの方がね、うん、それであの控室の方で小林さんがあの待ってますから、うん、お顔だけ見てくださいって言って、うん、あ、いや本当じゃあ挨拶だけって、うん、でルイが挨拶だけだぞお前、うん、そりゃそうだもう疲れてんな2時間もたっぱんしてるって言ったらさ、もう小林さんがまたタオル巻いて奥さんが綺麗でさ、うん、どうもでどうもありがとう今日見せてもらって、いやー涼しかったですよありがとうございますとか言ってて、うん、でルイとカリスは座っちゃって、うん、控室にビール持ってきたらチェリーよで飲んでるわけ。俺その日陽気だ。僕その日運転だから。じゃあ僕は気持ちだけって缶だけ持ってどうもってさ、帰ろうって言ってたやつがずっとね、どうなの2時間さ歌うってさ。インタビューじゃなくて。あのきついですよね。風どうなの？いや風は大丈夫ですよね。すごいミックジャガーみたいだったね。同様に走っちゃってさ、すごいよなって立とうとしてないですよ。おじいちゃんで、なんとなく雰囲気わかるじゃん。もう小平ちゃんもちょっと休みたい帰ってくんなかった。で俺が師匠ちゃんにしたら、ほら小沢が行くよもうそろそろごめんなさい名前しちゃって。それでブーって帰って、でうちでね、うん、飲みたいっつって、うん、で飲みたいねっつって、帰りタクシーでもいいでしょっつって、うん、いいよっつって、じゃあうち来ようよっつって、うち来たわけっつってさ、うん、俺はすぐ帰るからね、うん、子供3人と奥さん大変なんだ。それで9時ぐらいに？でそれ9時、10時近かったのついて、そしたら女房があのおつまみ作ってくれたわけ、うん、あねっつったらさ、いいよな家庭ってとか言って、自分があったじゃないの。それで飲み始めたわけ、ただぐんぐん飲むわけよ。でもうね、あのどん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 ね、昔のルーに戻っていくわけ、二人になるとさ、俺もさ、俺もさ、趣味が聞かれててさ、いいかお前、俺はな、これからな、浅井閣のバラエティ柱なんだからさ、とか言ってさ、そんな柱なかったけどね、もうそれはとっくに萩本さんが作ったんだけど、なんか新しい世代なんだよ、とか言って、と帰んなわけ、女房がなんか持ってきた、ごめん。ひとみちゃん長いしちゃったみたいさ、小坂がさ寂しがるからさ自分が寂しいでこの一杯飲んだら帰るよって、うん、それから7杯ぐらい飲んだの ね、うん、ねっとで3時ぐらいになっちゃったら、うん、ちょっと小坂に電話しようぜ、うん、どうすんだって美女対談でね全員俺で山の聞いてるんだよかけるぞとか言って、うん、夜中の2時過ぎなのに一度会った人のとこにそれで俺さすがにやめろって言ったらね、うん、本当に酔っ払ったらちょっともう珍しいぐらい、うん、こうやってなったら、うん、ルイ寄せた方がいいよもうまたさ、うん、どうせまたもう人にいつもかけないじゃん、何でないんだお前、そういうまとめようってするお前が嫌なんだよ、まとめよ小さくなるなよって言ったらそれで人質の電話なのにそれでボタンが押せない状況怖い状況でじゃあ最初に福島さんとこかけたんじゃないかな、うん、で留守電なのよ、うん、で留守電だとすぐ分かるわけ強気になってるから、うん、もしもしなんでこの時間にお前いないんだよ寂しいじゃないかこうやって君からかけたって言ったじゃないかガッテンとって切るわけで次に東千鶴さんこの子千鶴、うん、なんでこの時間にお前夜の巷にさまよってるのかよとか言って、うん、また騙されるぞとかわからないそれでちょっと俺の友達に変わるかって俺に変わるわけよ、うん、でいいよ俺ってもし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 ってもしょうがないって、うん、すいませんヤバンソミちょっとルイ酔っ払ってましてあれすいませんってお前いつでもそうやって綺麗にまとめるんだなそこはもうよせよって次にユーミンとおかけしたって夜中にユーミンそれでもしもしでユーミンですか寝てた当たり前だねこんな時間ごめんなさいだってさ変わるよっつって変わるもういいと思うすいませんラッキーなんですかいや小さいですがあ小さいんですか盛り上がってるんですねすいません遅くにでまたかかったんで俺はもう帰るぞとか言うわけ、じゃあ表通りまでタクシーのところに、いいよ俺は一人で帰れるんだよ俺一人にしてくれよとか言うんだけど、そうかっさ下駄箱で靴履いてる時にさ切ってとか言うのそうよもうあるで思ってんの行ったら運よくすぐ来たんだよタクシーが、ですぐ来たからあって止めようと思ってさ、一度は見送るわけ、俺はお前座って俺はすぐ帰ると思ってるのかとか言ってんの寒いんだから帰れよってじゃあ次来てさもうベロベロだから、タクシーの人にすいません宮前平までお願いします、近く行ったら分かると思いますからさカッコつけるなよ俺は大丈夫なんだよってバーッと走りながら窓から小坂
See you again! See you again までしか見えなかったからね。インの時はもうカーブ切ってたんだけど、あの後きっとね、ネタ振りして恥ずかしさは消したと思うんだけどね。でもルーね、うん、あれですよ、あの、ユーミンの話を俺にもしてたんだけど、うん、もう意気投合したし、違うところでね、うん、変なこと言ってんの。2時半に、もう3時近くに電話かけてるってことはさ、うん、それは向こうだって寝てたわけでしょ？ボソボソ喋るよね、うん。違うの、俺には。なんかね、電話したらね、ユーミンのとこ電話したんだよ、つって、小坂井が不安だって言うからさ、俺がさ、小坂井に話して、はい、話してなんてやつなんだよ。なんか俺がかけちゃったんだよ。違うよ、俺は止めたんだよ。そしたらさ、ユーミンさ、なんか、はっきり喋んないんだよ、ボソボソ言っちゃってさ、旦那がそばにいるって言われし、旦那がそばにいるのか、とか言ったら、そうや。旦那がそばにいるとやっぱり喋れないみたいなんだよな、とか言って。それで、じゃあちょっと小坂井に変わるから、って小坂井が喋って。で、俺最後に、ワイルドに愛してるぜってガチャって低くしたのが切ってやったんだよ。切ったんだよ。俺さ、あの愛してるぜって言ったのさ、誤解されちゃったかな。謝んなきゃな。謝る矛先が違うと思うんだけど。そんなね、2時の午前3時前ぐらいにかけたその方、それを謝るべきだと思うんだけど。だから俺はその時さ、謝る必要ないって言ったわけ、うん。愛してるって別にね。いいじゃない、それ。いや、逆に。それは確かに、あの、それはね、うん、あの、裁判みたいになりますけどね、うん、それは言ってました。うん、まあ、一段に声を低くして。うん、それもそんなに愛してるって言い方じゃない。うん、非常に気持ち悪いみたいな。だから俺がさ、それ、ね、アリカにはね、うん、小坂井が返さないって言ってたんだって。いや、それ前からそういうのありますよ。うん、俺はね、うん、俺はね、帰るといけない。帰ると、俺はね、何でもいいよ、いいよって言ったんだけど、俺が気になったのね、最初はひとみちゃん、よくやってるよな、本当にさ、3人も子供作らされちゃってさ、いいじゃないか、そんなことない。で、氷くれる、ごめん。氷でしょ、氷ちょうだい。ダメなんだよ、氷ないと。とか言って、そのうち、おい、氷だ、なって。面白い人だって熱帯魚見て熱帯魚なんか飼ってんのよお前飼うんならなタイガーとかなライオンだろお前クラスだからなそんなの飼えるわけないよね怖くて飼えないっちょそれだけどねルーこれにもし反論がもしあるならないいつでも来い俺は瞳っていうな証人もいるんだ、ね、そんなわけでございましたナビ秘書室の激闘私があのトイレ近いっていうのは皆さん知ってますよね。あ、ラビーは非常にトイレが近い。私とね、私よりトイレが近いのはね、芸能界でね、清六さんだけです。あ、清六さんはですね、ほとんど全く違いますね。そうですね。うん、そ山口良一くんとね、渡辺徹くんとね、僕はね、大体同じタイミングなんですよ。あ、周期が。相当、うん、1時間に1回は行ってますね。緊張すると30分に1回ぐらいは行くタイプですけど、ね、腎臓が丈夫なんですね。なんなんでしょうね。やっぱり水分取ってんでしょうね。で、試写室、試写があるとか映画があるって場合はね、僕は特にね、水分を取らなかった、なるべくね、2時間前とは取らなかったりするんですよ。あ、でもそれ気をつけてんですよ。うん、1時間前とかね。めんどくさい。喉渇いててもしょうがないですよね。ところがこのね、この間見た、フィッシャーキング見た時はね、うん、2時間16分。ロビン・ウィリアムスと。2時間16分。ジェフ・ブリッジですね、はい、うん。だから、飲みたくなかったんですけども、うん、その前に2つね、取材があったんですよ。あ、どうしてもそういう時に。その時にこうなんかお茶を飲みながらって、うん、で、ヤクルトホールのそばね、ヤクルトミルミルがまた美味しいんでね、お腹助けて。お腹助けて。うまくてね、全部飲んじゃったんですよ。飲んじゃったの？試写の30分前ぐらいに。試写でして、入って、6時半からだったんですね。入って、まず6時5分にすぐおしっこしました。はい。それで、あと6、まあ、25分前ですね。で、それからもう、ブーって鳴ってから。ブーが鳴った。で、2分前ぐらいに行って、もう一回しました。あ、30分で出ました。かなりスッキリしたでしょ。結構出ましたね、30分で。うん、また、うん、これでかなり持つだろうと思ったら。え、これどうなんですかね。あのね、冬なのにね、冬って暖房機って普通汗出てね、大丈夫なのにね、夏の方がやばいのね、うん、クーラー効くから、冷えるから。中に全部だから冬は大丈夫だなと思ったら、ヤクルトール結構寒いのね、うん。そんなにね、まあ、だからコートなんか着たまま見れるんですよ。節電暖房なんですよ。そしたらね、1時間ぐらい経ったらね、もう膀胱がポン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 って張ってきました。それを見たら白手手長ざるは危険だと言ったわけですよ。言ったわけだね。でも、あと1時間16分ですよ。それでまた面白い映画だから。それでね、なんかチャンスあったらね、パッて行って帰ってくれば、うん、1分半ぐらいで帰ってこれると、まあ、どの映画にもですね、あのトイレチャンスはあるんですよ。あるんですよ。やっぱりここ見なくても、大体分かる。やってこう探してたんですよ。うんうん、で、1時間だと、今行っちゃうと、あとまたもう1回ぐらい行きたくなるなと。あ、なるほど。だからもう最低限1回で済むようにと。だから90分ぐらいになったら行こうと。うん、ね、2時間16分だから、うんうん、で90分になったってなったんですよ、うんうん。そしたらね、もうパンパンで、うん、もう、だけど、見てて、あ、ここかな、ここ、いや、待てよ、ここは、いやいや、
いや今行かなくちゃよかった。今のとか見逃したよ、うん、ここかなここかな。いやちょっと待ってちょっと待ってよ。面白い。いやいや、お、行けば今だったな。今だったんだけど、でも今のもやっぱりこう示唆してるんだよな、ここ後半のこと。うんうん、いやいや待てよ待てよ。途中ロビンさんの演技見て、あ、なんだこれじゃ、あっとな、あともう15分くらいになってたの。あ、もう、やべ、熱中しちゃったわけだ。そうそう、もう2時間経ってたの。あ、な、時間ない、我慢して。うわ、もうその時はかなりきつい状態なの。そう、でも面白いから。うん、でも、まひしちゃったもん。もう行かれないね。足締めたのと同じ。あと10分くらい。いやいや、うん、見ちゃったの。見ちゃった後、終わって、全部見終わって。見終わってよかった、うん、よかった、いい映画だったと。そうなんですよ、うん。で、いい映画だったから、やっぱり、ね。でも、早く行きたい、トイレ。トイレ行きたい。でも、あれが長いんですよ。エンドクレジットが。ギリアムですから、みんないい映画だから、立たないの。うん、で、人の、自分の尿意でね、うん、人の映画のいい。余韻の部分で、ね。余韻の部分までね、怪我したくない。社会でね、大拍手になったね、終わったら。そう。普通ないよね。あ、ないね。逆のところ。全員で拍手。まあ私にちょっと気持ちいいね。拍手しますと、うん、ちょっと衝撃がね、落ちてんだよ。心の中で落ちてながら。それででも、その後のおしっこ。うん、今日はもう、いついつまでもこの快楽が続くんじゃないか。映画の良さと、おしっこの気持ちよさが。2時間16分。ドーン !13!13!13! ああ、いい映画だった。顔までいい映画だった。ジョン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 。でも、それね、わかる。あのね、最近さ、ビデオになっちゃったりすると、うん、そこで止めてトイレ行けるんだよね。でもな、映画なんてみんな昔はそうやって我慢したりさ、うん、見れないぐらい。で、あ、つい行っちゃって、あ、一番いいシーンを見とく、友達の人に聞いて、お前そこでお前、あーってのあったんですけど、久々にだから映画の醍醐味ですね。しかも2時間16分ね、一分の隙もなかったですね。なるほどね。普通はいけんですよ、ね。じゃあ、いいおしっこができて、いい映画が見れて。よかったじゃん。素晴らしかったですよ。ね。経験でした。耐えることも知って。勉強になったフィッシャーキングでしたね。フィッシャーキング素晴らしい映画です。いや、フィッシャーキング、他の名前はね、CC キングという。さあ、それでは曲聞きたいと思います。今日スタート、先週の曲、小竹モノマネブックメーカーの回答者で登場します。この前、ちょっとね、風邪気味なのに、走り回って2時間ステージを務めた浩平くんの歌です。ブリッジ小竹、解決アドレナリンあー、待ってグリーンであると、人は優しくなれる。チューイングエンジョイ爽やか仲間のロッテグリーンガム噛んだ後も爽やかにロッテです。あやさん、俺んちいいステレオ入ったんす。クラブ山水って言ってまるで劇場にいるみたいな音なんす。すごいんす。遊びに来ませんか。うん、行く行く。本当っすか。あなたは外。うわりゃ。 DSP& ドルビープロロジック搭載 MCX77 生まれつきいい音。クラブ山水。小川のり子です。3月21日から23日の3日間、築地本願寺内ブリッドホールで私の一人芝居コスミックララバイを上演します。来てくださいね。 TBS ラジオ主催コスミックララバイ、お問い合わせは 03-3464-1277 小川のり子ファンクラブまで。遥かな大空羽ばたいていく大足のように、コサキンの人見と悦子はまだ売れ続けております。ありがとうございます。そしていよいよ出版記念イベントのお知らせを皆様にお届けします。うちのねおふくろにねこの本をあげたんですよ、ええ、そしたらね表紙の小坂井くん見て昔のどれどれこれをあるかもしれないね、うん、はい、というわけでねいろんな話題を読んでおります。一人一人20日以降にあの本屋さんに出ますので。あ、今のところないんですか。はい、ない書店の大手の書店まだ残ってるとかありますけども、あ、でも皆さん、はい、ね、無駄足になってしまうとあれですから、はい、20日以降は
店頭に並びます。荷釣りが出ますので。ちゃんと気持ちわかりますよね。はい、豆に本屋さんに行って確認することですね。入る予定はありますかと聞かないと、うん、また覗きに行ってないっていう。リスナー独特なの見に行って、はい、って感じるだけでは本屋さん動いてくれません。予約していただくと。出版記念イベントのお知らせです。10周年記念も含めまして、はい、ついにイベントを決定いたしました。題して、人々エツコを持って、コサキンを探せ。うん。人々エツコを持って、コサキンを探せ。おー、こんなこと言ったからですね、人見さんとエツコさんをですね、脇に抱えないように、本を持ってきてください。はい。要するに私たち、コサカイと関根、はい、コサキンがですね、ある場所にいます。サムウェアにいます。はいはい。その場所をリスナーの皆さんが制限時間内に人見とエツコを持って、必ず持っててください、はい、いくつかのチェックポイントをクリアして、うん、コサキンを探し当ててもらうと、おー、みっけーですね、はい、という思考になっております。見事制限時間内にコサキンを見つけると得点として、はい、4つの得点が、はいはい、人見とエツコに直筆のサイン、我々がね、その場で、ね、その場で、はい、握手ができる、はいはい、偉そうですね、ね一緒に写真を撮ってプレゼントする、おお、ね、当日のお楽しみのプラスアルファ、これは当日のお楽しみ、当日何か、あ、はい、さて日時、日時、日テレショップ。1万円それは入れるのも楽々一郎さん一郎さん気になっちゃうよもう二段ガチャにも楽々バーンおほら一郎さん久しぶりいや一郎さんの声声のやつもいない声の声のみんな8000円ですって人もいる今仕事してます、はい、3月8日の日曜日あ3月3パチちょっと髪の毛に切ってくるかな。散髪屋さん。3月8日日曜日正午。いやさ。3月8日日曜日の正午です。はい。場所は放送では言いません。はい。言って。応募方法です。ああ、そうかそうか。参加したいという方は、うん、メモの用意はいいですか？往復はがきを用意してください。はい。ね、往復はがき手元にない方は今から言うね、はい、趣旨だけメモしてください。2枚くっついてるんですね。そうです。わかりやすい。そして間違えないでください。返信用に、はい、返信用の方にあなたの住所氏名を記入して送ってください、はい、返信はがきに3月8日に日曜日正午に集まる場所を書いた地図をお送りします。おー、すごいでしょ。このなんだかミステリーっぽい。そこにするんですね。送らないともらえない。なるほどね。返信はがきに3月8日日曜日正午に集まる場所を書いた地図をお送りしますから、うん、さあ人見てやつこう持ってるあなたぜひ参加してコサキンの2人とシップしてください。そう3月8日ですから20日に店頭並びますのでね、はい、本持ってない方も大丈夫です。買ってない方はねぜひお買い求めください、はい、一月100円だと思えば、12ヶ月で1200円ってことで、そして10年経った頃もね、そうです、こんなことで笑ってたのかなと笑いながら、自分の息子と読める。そうです。その頃ね20周年記念本が出ますから、はい、それと照らし合わせ9年ってこんなに違う。また写真がこだわるまたこんなことだね。3段階だと。今、あちらに田辺くんがいますから、ね。しっかりこの番組を離れたらまともな顔になってしまいました。ああ、僕もあれかと思いましたよ。歌を歌う人かと思いました。誰ですか、はい、吉本の。聞くと言われた。見てんだ。さあ、そのハガキの締め切りは2月29日消印有効です。2月29日消印有効ですよ。往復ハガキの宛先です。郵便番号107-06。TBS ラジオ、コサキン解決アドレナリン、コサキンを探せ係。郵便番号107-06、TBS ラジオ、コサキン解決アドレナリン、コサキンを探せ係。これは必ず応信用に書いてください。はい、返信用にご自分の住所氏名を記入してください。こちらで地図と場所を書いて、ね、返信いたしますから、ね。この宛先は簡単ですからね、うん、覚えるのが、ラクラク一郎さんそしてですね、豪州の、先週来て、書いた紙を満足に説明できない豪州の公園、座長公園、はい、ああ涙の青井豪十郎一座、はい、こちらがですね、いよいよもうすぐ、開幕ということです、場所はスタジオ錦糸町、公演日は2月23日です、はい、日曜日昼12時開演と夜18時開演の2回公演になってます。上演時間はそれぞれ約1時間半ということですね。入場料は1500円、演出は鈴木俊介さん、はい、ね、そして山中一郎さん、イッチーさんがスーパーバイザーでついております、はい、お問い合わせ予約受付はこちらになります。東京 03-3443-4774 東京 03-3443-4774
4774でお問い合わせ予約受付しておりますのでよろしくお願いいたしますね。それからミスコサキンワールドね、それからコサキンソング作詞大賞の方もずっと、募集しておりますのでね、どんどん応募お願いいたします。ミスコサキンワールドとコサキンソング作詞大賞どちらも締め切りは3月いっぱい、まだまだ余裕ありますので、よく考えた上で応募いただきたいと思います。というわけですね、さあこの後はいよいよコサキンモノマネブックメーカーがスタートしますが、回答者のカール・スモキー・シーさんがギターのメッシュチャートを結成したユニット、うん、じゃあ私は一緒に焼き鳥食べたんだ、錦糸町。あ、そうなの？有楽町の銀座の時。あ、そう。随分前。へぇ、首太いんだよね、ちょっと。鏡の中で。さあ、昨年11月にリリースしたミニアルバム、マイルド&ワイルドより、What are you up to next? Peace Moon。さっき解決アドレナリン行かないで。コーナーをさあ回ってトップに立ったナンバー70の小出、ゴールドチェッカーフラッグはすぐだ、チャンスは今だ。一瞬を撮る小出カメラ、安い機械親切、カメラとビデオの専門店小出カメラ、首都圏70店舗小出カメラ、小出いいのだ。あ、あのセーター、すれ違いざま懐かしさを感じた。ニューヨークにいた頃、週末の彼のそばにはショートカットの私がいた。彼は決まってペントハウスのセーターだった。ニューヨーク発のカジュアルウェア、ペントハウス。カメラ98。もしも下宿人が宇宙最強のコマンドを出したら、全米で大ヒットを記録したハルク・ホーガン主演マイホームコマンド。この映画の試写会を3月18日水曜日午後6時から九段会館で行います。お申し込みはハガキで TBS マイホームコマンド係まで。お先にモノマネブックメーカー、今夜は私ムックン編を皆さんで考えていただきたいと思います。さあ、ルールどうなってるんですか。はい、ルールをまず言いましょう。はい、ルールはですね、モノマネ部分の中にあって、他と全く違った世界を作り出している我々の小崎のモノマネ。恥ずかしい、言ってて恥ずかしい、うん、つまり似てるんじゃないわ、全く変わらないしということで、その我々のモノマネをスターの皆さんに聞いてもらい、一体それは何の前かズバリ当ててもらうというおモノマネにあるまじきクイズです、その後それぞれの答えをリスナーのみんなに当ててもらうということですね。おつまり二段構えの企画になってます。素晴らしいですね。つまり回答者の方は、皆さん奥井川さん、大友光栄さん、佐野陽子さん、石井さんいらっしゃいます、はい、でそれぞれの回答も今日お知らせします、はい、でそれぞれの回答っていうのは皆さんが誰かが言った回答4つをバラバラに言うわけです。で、はい、誰がその答えを言ったかを線で結んでもらうわけです。なるほど、はい、そういうことになってますね。今週来週と2週にわたってお送りします。というのは今週が私で来週がラビー編になってますね。ジャン構えっていうか、もうあれですね、スイスの銀行を開けるときみたいですね、バンクを、なんかガリギリってこっちからガチャガチャガチャ。お客様よくわからないですけど、危険だ。あのチーターの子供、危険なんで、怖いんでお母さんに助けを求めるところ。さて今回我々のモノマネを当ててくださったスターの方々は、米米クラブ代表カールスモーキー石井さん、はい、プリンセスプリンセス代表が奥井かおるさん、ハウンドドッグ代表は大友光栄さん、新設堂ビル代表佐野陽子さんでございましたね。商品は皆様、はい、正解者1名にコサキン T シャツと TBS ノベルティを1万円分。おお、結構いいもんがある。時計から万年筆、円卓万年筆、テレカもね、テレカ2種類ありましてね。そして5名様にはコサキン T シャツと TBS ノベルティの3000円分。おお、正解した多数の場合は抽選で、その、商品を決めさせていただきます、はい、さあそれでは早速今週は私小坂の真似を聞いてもらいました。それぞれの皆さんのコメントのみ聞いていただきます、はい、答えはまだこちらではありませんよ。はい、まずは回答者ナンバー1、プリンセスプリンセス代表奥井かおるさんが私のテープを聞いているところです。小坂井さん、関根さん、そして小坂井のリスナーの皆さん、ご無沙汰してます。奥井かおるです、こんばんは。曜日が変わっちゃったんでね、前はいつもどうもとか言ってたんですけども、ちょっと残念な気もしますけれど、私は月曜日に移動になりまして、なんか会社みたいでいいな、まあ私も頑張っているわけですけれど、今日はなんかモノマネ当てるっていうのを、いや私ね、ちょっとあんまテレビとかまあ見ない人なんで、ちょっと確率低いかもわかんないけど、気がつかないでくださいね。ただ私が悪いんですからね。じゃあ聞いてみましょう。皆さん元気ですか。小坂井和樹です。今からやる僕のモノマネ、一体何のモノマネか当ててくれるかな。これモノマネじゃないのね。じゃあいくよ、
これ難しいな。僕バド。これ人間？わかったかな？例えばカエルとかそんなもありなのかな？そうだな、全然わかんないけど、一つに決めろ。じゃあ。さあ、ここで答えてくださったわけですが、これはまだ答えるわけにはいきませんね。そういうことですか。人間なんていいとこはついてましたね。はい。まあ、これ人間だと思うとあんまりないと思います。さあ、回答者ナンバー2いきましょう。こんばんは、ヤギ会のヘイちゃんことハンドドッグの大友康平です。我々今全国ツアー、ブリッジの真っ最中始まったばっかりです。ニューアルバムも発売22日に控えまして、絶好調というところですが、小坂さん通称カーキ元気でしょうか。僕バド。わかったかな。なんでしょうね、カエルですかね。ウィッキョン、ウィッキョンっていうのはわかんないですね。熱帯性の動物ですかね。ズバリこれはですね、わかった。この企画自己嫌悪になりますけどね。このまだ笑いをまた聞かなきゃいけない、もう一つ聞かなきゃいけないんで、やだな俺。というわけで分かったと言ってましたけどね、まあ分かったが正解かどうかね。はい、ヘイちゃんありがとうございました。さあ、回答者ナンバー3は我が新設のビル代表です。小坂井さん、関根さん、こんばんは、佐野涼子です。ご無沙汰しております。お元気ですか。私も相変わらず元気に毎日を過ごしております。毎日寒いですけれども、風邪なんてひいてませんか。ところで私は、最近ですねアルバムを出しました。1月30日に発売にもなってるんですけれども、ウィンド&ウィンドというタイトルで、今回は、全曲自分で作詞をしたりして、頑張って歌ってますので、ぜひ、皆さんも聴いてください。ところで、今日はですね小坂井さんのモノマネをやってるということで、ちょっと当たるかどうか不安なんですけれども、頑張って当ててみたいと思います。僕バド。わかったかな。ウェウェっていうのは最初闇かなと思ったんだけれども、ウィッキョウィッキョ、僕バドって何ですか。バドっていう名前な、あ、わかった。ということで皆さん、わかったというふうに最後は言ってますね。さあ、そういうことで、どうなんでしょうか。さあ、回答者ナンバー4は、コメコメクラブのカールスモーキー石井さんですが、石井さん来週ね、スタジオの方に来てくださいまして、はい、今ね、もう連日スタジオで、新しいアルバムのね、制作のために缶詰状態ということで、缶切りがないと大騒ぎするんです。なるほど。面白いなんですよね。マネージャーさんから答えだけはこちらに届いております。はい、しかし来週ゲストですからね、そこでまあ、いろいろ、いきさつなんか聞きたいと思いますけどね。はい、さて、皆さん聞いていただきましたね。ということでございます。こちらに答えは、今紙が来ております。4つの回答をまず言いましょう。はい。ね。ABCD になってます。ABCD になってます。笑いかわせみと答えた方が誰かいました。A ですね。うん、フリッパーと答えた方がいるんです。おぉ。一人正解を言いました。B はフリッパー。そして C はヤギの真似をしている渡り鳥と。これウィッキョウィッキョウの鳥で A がヤギの真似をした。これは非常に小田金らしい答えがありますよね。一般性がないというそして D になぜか吉本のヒロ君っていうのは若い人でいるんですよ。人間なんです。眉毛ボーンの人じゃないかな。あ、なるほど。ABCD 笑いかわせみ、 B フリッパー、ヤギの真似をしている渡り鳥が C、 D が吉本のヒロ君。さあ、この4つの答えと、回答者がを結んでいただきたい。じゃあ回答者もう一度言いましょう。はい、1プリンセスプリンセス代表奥井香織さん、2ハンドドッグ代表大友康平さん、3新設ドビル代表佐野涼子さん、そして4がコメコメクラブの会代表カールスモキー C さんです。ね、奥井香織さんが笑いかわせみと言ったのか、フリッパーと言ったのか、ヤギの真似をしてる渡り鳥と言ったのか、それともお仕事のヒロ君と言ったのかという、ね。できれば左が、ハーキの左側に横書きで名前を奥井さん、大友さん、佐野さん。回答。その回答を右から、ね、ABCD。そうですね。書いていただいて。それで、
あの線引いて線で結ぶたの、はい、よくやあったよね、うん、社会とか国語で、うん、次のあれを結べ、はい、うん、そういうことです。これが合えばいいわけです。クイズのいわゆる試験のあの答案のね、この和歌を歌ったのは誰みたいなのありますね、はい、4本の線が合えばいいということ、そういうことでございますね。はい、はい、ぜひ皆さんどんどん応募していただきたいと思います。来週回答編やります。来週回答編。そして来週またラビー編をお伝えします。来週2回チャンスがあるからですね。はい、そういうことです。よろしくお願いします。おはがきは1人1枚に限らせていただきますので、はい、よろしくよく考えてください。ありがとうございます、はい、お待ちしております。小さき海賊アドレナリン。中野浩一が自転車を漕ぐ、空気は風となり紙と語り合う、アートネイチャー。ビッグカメラ値引きだぜ。こんにちは、高い安売るで。ハイハイビデオが39,800円。今日待ってよ、こっちの滝の電話が3,800円やで。動画などどうやったったらいかんよ。20インチテレビが29,800円。29,800円やったらうちのところ通道冷蔵庫や、ごく安い。ビッグ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 カメラ。TBS 主催デリアンプレゼンツ、宮本亞門ミュージカルアイガットマーマンロングラン公演決定。出演は諏訪マリー、田中理香、中島恵子。銀座8金館劇場で5月8日から100回公演。お問い合わせは 03-5420-1051 フェルタデルソルまで。今日は豊橋の方、のしのしの方、のしのしの方、水戸市の方と続きます。今週も笑えるんだ。一郎さん、一郎さん、一万円。全然噛み合ってない。豊橋の杉山健一君からいきます。今年のプロ野球の新監督のテーマソングベスト3です。今年のプロ野球新監督テーマソングベスト3、3位中日の高木監督。一番高木が塁に出て、坂東さんが歌ったのこれですよ。当時49年でしたっけ。その時に、ね、うん、はい、ロッテの八木沢監督。あんた誰。ひどいな。あ、欲を言えばあんた誰。じゃあもう入れてほしかった。1位日本ハムの土橋監督。ボスンチザトロイカパスタバー。これどうしたわ、エリスさんに似てるかなと。似てる。ロシアのトロイカ。この間あの週刊女性かなんかかな、三つ様の中華料理屋さんで、そしたら似てる似てないでさ、ひどいなってさ、あの捉えられたあの宇宙人ってあるじゃない、はいはい、とかって痩せた細いの、はい、あのプールに飛び込んでるあの井手楽曲になって、ちょうど細くてハゲてるから、ひどい。それとあとね、あのなんだっけ、ちぃまる子ちゃんのおじいちゃん、うん、はい、あの杉下茂さんになった。似てる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 よ。それは似てるよ。似てる。もっとひどいね、今井美樹さん、うん、今井美樹さんがあのカーカキンキンのカッカに似てる。ひでー、お口がね。そう、でも笑っちゃった。俺はいけないの。よしよしの手渡辺純一君の作品に行ってみようかな。有川君いい？はい、どうぞ。どうぞ。リスナーだったくせに。やめてください。海ねお天気レポートベスト3です。うん、3位、雪の場合。雪は降る。まだ。あなたは来ない。この冬、あなたに。まだね。第2位、雷の場合。雪嵐と、あ、雷と来たら次は1位、雨の場合。僕、フランスのナースの、お弁当。雑音が雨だ。うまいよ、これ。よく昔映画でもね、雨降ったりとか言いましたね。これあげましょう。ね、あ、今マイクを髪が吸ってしまいました。すみません。のしのしの渡辺純一君の作品です。ねえ、ジョン・カビラです。何言ってんの。プログラファーのテーマベスト3です。3位、尾崎雅史プロのテーマ。ジャンボリー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 ですね。歌ったな、ありかもな。2位、杉原テルオプロのテーマ。かわいいね。
わかんない。レッスンプロになっちゃうかもしれないね。教えてもらえばプロだから。おじいさんが好き。まだ孫いないんだけど。第1位はグレッグ・ノーマンとその娘のテーマです。カメってシャークって言われてるでしょ。キャベツ畑のキャベツ畑で生まれたカラモンとかだけ使ってましたね。そう、あのちょうどノーマンのねお嬢さんが歩いてきてコースで一緒に投げて、コシャーク、子供シャークですね。コシャークなやつなんですね。解説者の人がこれ子供シャークだって可愛いのにさ。水戸市のペンネームヤギのハトコさんの作品です。小崎本ひとみとゆつこのラビーの4タフェを見て思ったことベスト3。これまで見てない方にはもういるんで、まあ、ちゃんとは言いませんけどね、はい、4タフェというものがある、はい、3位、言葉にできない。やっぱりチェックしたということでしょうね、2位、あなたはずるい人ね。これはみんな一句同に言いました、はい、さあ言葉にできないあなたはずるい人ね。四旅を見て思ったこと第1位は、揃えたスニーカーがすごく似合う。おーっと、ここまでしか言えない。おー、これはいいですね。うまいです。あげましょう、これあげましょう。今ねちょっとね旬のネタですから。旬のネタだった。あれ見て旬としたらどこがね、どこが。しばしのペンネーム MP ケンケンくんの作品です。小佐銀坊の瞳と悦子に乗っているムックンのいい体を見たリスナーが思ったこと。これも面白いよな。ベスト3、3位、おおって思ってないの。思った、ね、いや思っていただけたらまあ幸いでございますが、2位、やっやっとやっやっと1位、お日様に体を見せつけてやれ。なんでだよ。そして番外、安倍晋三さんが思ったことです。欲しい。いや、まだ安倍さんが欲しいっておっしゃるのは、届けましょう。でもお届けに上がりますね。さあ、ということでございますね。海で信じていただきたいのは、指番号1077、TBS ラジオ、小崎解決アドレナリンで、お送りしていただければ届くことになってます。よろしくお願いします。小崎解決アドレナリン、行かないで。ゆきこさん、僕の部屋でクラブ散水を聞きませんか。みずみずしい音が二人の熱いハートを冷やしてくれるなんて。ぜひ行ってみたいわ。でも私一人で聞くわ。高音質設計 MCX55、 生まれつきいい音、クラブ散水。さてでも女性のデリケートな喉にキリカスガイの喉飴です。電話もないテレビもない塾もない、そんな無人島に15人の少女が漂流するという15少女漂流記。この映画の試写会を2月29日土曜日午後1時半から TBS ホールで行います。お申し込みは郵便番号 107-06 TBS チャダル島15少女漂流記の係まで。激よ。秋田市なんてね、山積みてってやつ。ああ嬉しいな、この振り仮名って言ってる。ありがとう。バリ島の住人と観光客の会話。おお、いいですね。住人、亀の島来たらお土産買ってください、1個1500円。観光客、それ高いよ。でも大丈夫、すぐに安い値段になります。3個セットでなんと1万円。まるで毛殻みたいな肌触り。たったの3個、これじゃとても私には回ってこないな。住人、ちょ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 、バーン、いきろさー。最終ホール、痛恨のバンカー。とりあえず出すでは俺の気が済まない。いける、
俺のスラックスはクロイドン。戦うゴルファーの高機能ゴルフスラックス。おお。クロイドン。さあ、勝馬最後の直線に入った。中を割ってきたのはカメラが見ようか。トイレカメラか。トイレカメラか。一瞬を撮るトイレカメラ。安い機械新設。首都圏70店舗。カメラとビデオの専門店トイレカメラ。トイレいいのだ。柔らかい。ドリーム EX スーパー200でも割れにくい。高酸素透過性ハードレンズドリーム EX スーパー200は1週間連続使用 OK。 昭和コンタクトは 03-3493-9090。 コンタクトレンズをお求めの際は眼科医の処方が必要です。パソコン、ワープロ、ビジネスソフト、応援用品までとにかく豊富で安い。新宿西区ヨドバシカメラ本店すぐそば、ヨドバシカメラ2号店。さてですね、ちょっとですね、面白い手紙はがきをご紹介したいと思いますが、群馬県の増山達弘君が送ってくれました、小坂ちゃん、関根さん、こんばんは。はい。高校のリーの資料に、高校の倫理社会ですね、はい、の資料にラビーさんが出ていたのでお手紙させていただきます。これが似てるんですよ。日本の儒教、藤原製菓ね、似てるんですよ。これがラビー名のあたりのヒットアイなんです。あ、似てるな。この人はですね、日本の儒教の人ですからね。1561年から1619年ということですからね、先生の人かもしれませんね。はい、こういつが儒教を広めたっていう、儒教を広めた人です。立派な人。じゃあ私のことを聖火と呼んでもらわないと。群馬県のやっぱり増山達弘です。ブックラビアタクチャの皆さん、そして音楽番組に行きたがってる東さん、こんばんは。2月8日月曜日の読売新聞夕刊にルーが作家として出てたので送ります。似て中澤圭さんじゃないの。本当にこの写真がまたね、写真は特に、ね、ルーがすごく器用になっちゃってる。そうそう、ルーのお姉さんみたいな感じですね、うん、さあ、こちらもう一つのハガキですよ、ラビちゃん。はい、ラビちゃん。はい、ラビちゃん。ソムさん、埼玉県のお久しぶりです、塩地義久です。おー、塩地君。今日は最近話題のサブちゃんの丸秘情報をお知らせしたくペンを取りました。サブちゃんがデビューする前、船村徹さんのお弟子さんだった頃のお話です。とある歌謡選手権に出場したサブちゃんは、船村さんに言わせると出場者の中で歌のうまさはピカイチで、優勝間違いなしと思われていたんですが、結果は7位でした、ちなみに優勝は当時19歳の水前寺清子さん。キング同士です ね。がっかりして落ち込むサブちゃんを見た船村さんは、歌手として認められないならば誰かとコンビを組ませ漫才師として売り出させようと漫才の台本まで書いてあげたそうです。で、その漫才コンビの名前がこの情報なんですよ、ね、ゲルピンチンタポンタって言うんですけど、ひどすぎると思いますね。ひどすぎるよね。どっちだったんだろう、ゲルピンチンタポンタ。どっちチンタなのかな、ポンタだったのかな。ゲルピンってお金がないってことだよね。そう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 、お前ゲルピンだ、昔の学者じゃないですね、確かにね。はい、でもこれだったらまた日本の芸能界が変わったわけですよ。変わったかもしれない。いや、大変だったらしょっちゅう。でもね、水前寺清子さん回ったら、こういうので優勝するのにいつもデビューできなかった、なんかダメだった、あ、水前寺さんも。そう、そういう優勝はしてたけど、あ、だ、神がまだだと言ってるわけだ。水前寺さんも言ってたね、サブちゃんのことをすっごい上手い男の子がいたって。おー、で、何度もデビューをし損なってんだよね、水前寺さんも。だから、運を備えてたお蔵入りのね、レコード、お蔵入りのレコードがあって、そのたびにこう一喜一憂したんって、あー、デビュー、あ、またダメになっちゃった、あ、じゃあ俺の我が家来てもらうとか、猿の惑星みたいに、そういうことですね、一喜一憂したわけなんだ。はい、そういうことですが、いろんな話題ありますが、どんどん送ってください。またありがとうございました。 To be continue、 小田銀解決アドレナリンはこの後も続きます。カメラ、ナイネイ。第二次大戦からベトナム戦争まで前線の兵士の慰問を続けた夫婦をベット・ミドラー、ジェームス・カーンが演じる話題作「フォー・ザ・ボーイ」。この試写会を3月4日水曜日午後6時から TBS ホールで行います。お申し込みはハガキで TBS JAA「フォー・ザ・ボーイズ」の係まで。母ちゃん、オラエジソンになるぞ。
2月19日水曜日の東京レディオクラブは、謎が謎を呼ぶ謎の黒背広で話題の謎の発明家中松義郎博士がついに登場。謎の発明が明らかに。2月19日赤坂は黒背広に囲まれる。沢口靖子です。お得な貯蓄はやっぱり割り証ですね。商工中金割証一時です。小銭かけたそれなりパート2です。何気ないことの中に真実が隠されていることもある。身の回りのどうでもいいこと。この前の水曜日、有川君仮装大賞プロジェクトに参加したリスナーとスタッフで仮装大賞の打ち上げをイベントの近くのカレー屋サクトンで行いました。みんなで小先のギャグにも寄せてくるビシソワーズを飲んだんですね。これ美味しいでしょ。冷たいポテトのスープ、あれ美味しいですよね。あ、よかったですね。皆さん本当ありがとうございます。ありがとうございます。さて、それでは今日の身の回りのどうでもいいこと早速始めたいと思います。プロジェクトのね、女性みんな綺麗でね、うん、びっくりしました。そうです、起きちゃった。本当に起きちゃいました。男性もみんなしっかり者で、ね、これから日本を支えてほしいなと思いました。はい、まず秋島のペンネーム、ミチルマーチ君。稲川淳二の早口は聞き取れなさそうで結構聞き取れるのですごい。うまい、行ってましょう。そうなんだよ、実はそう。わかるよね。うん、やっぱりプロです、うんうん。ペンネーム、私のこと忘れないでね。リスナー歴7年の柏市の人。友達の Y 君が鎌倉へ行った時、ジュースの自動販売機の端の方に、うん、缶がガムテープでぐるぐる巻きになって赤マジックで、クエスチョンマークと書いてある見本を見つけました、うん、その見本の中にね、うん、でどうしても気になって買ってみたとそこを押してみたら、中から中身が錆びちゃったようなパイナップルジュースが出てきた。飲んだらまずかったとさ。自分がいけないんだ。これでも売ってる人もいるから。何それ、クエスチョンマーク。千葉県の解決ぐさっとくん。やだなこれ。大相撲初場所14日目、前から 2,3 列目に河合俊一氏がいたんです。おうおう、あんな前に背の高い人がいたら後ろの人が見えないだろうなと思うとやたらと腹が立った。あー、でもそうね、でも座るとそんな大きくないんですよね、足じゃないから。うん、八王子の沢川圭、大沢圭君だ、うん、すいません、大学出てるのに。以前コサキンで話題にもなったルミコ夫妻は思ったより長持ちだ。写真集も頑張ったもんね。思ったより君は思ってた。でも岩手県の小野寺和則君です。この前の地震で怪我をした人たちの記事が新聞に出ていましたが、うん、その中で練馬区の27歳男性が左腕を打撲した原因が3年分貯めた古新聞の下敷きになるというものだったので、どんな部屋か非常に気になります。3年半打撲するほど多いよ。3年分って言ったら一、ね、月だって貯めとくとかなりだよ、うん、3年でしょ。なんで貯めてたんだろう。なんかそういう仕事なのかしら。きっとなんかこう、それとも調べて一人で住んでて、あ、いつか出しゃいいや、いつか出しゃいいやつ。ずいぶん部屋占領してんじゃないの。もう出てきたら、打撲で済んでよかったぐらいじゃないの。うん、うん、まあ新聞は公僕とも言われてますからね。公僕打撲という、北見のペンネームマックス小西君ね。結婚されましたね、小西君。どうでもいいこと、はい、歯ブラシを洗おうとしてブラシ面を下にしてお湯の入ったカップに入れておいた。ブラシをつけたってことですね。なるほどね、はい、ところ先端が見事に反り返ってしまいました。おブラシ自体は大丈夫だったので使ってみたところ、歯の内側磨きがすごくできるようになりまして重宝しております。おお、反っちゃったからこう内側に反って綺麗に磨けるわけですね。なるほど、これライオンでも持ってったらどうでしょう。面白いもんですね。小田茜は加藤豪にあ、ちょっとね、これあげましょう、これあげましょう。いいところ目つけた。なんか引っかかってたんだよな、俺、あかねちゃん。根元に似てますね、うん。福岡の狂気乱舞くん、僕はまだご機嫌ようを2回しか見たことがない。うん、お願いします。面白いですよ。人々悦子の16ページの朝潮&出羽の花の写真をよく見ると、はいはい、濡れ場ってね、はい。嫌がる辛そうな出羽の海に、出羽の花に対して、朝潮の方はうっとり幸せそうな笑みを浮かべている。本当だね。特に縦にしてみると優しく抱きかかえ越に行っている。もうそれ開けましょう。開けましょう。食べてるな。そういうの。それは手の添え方も大事にしてる感じ。大事。大事にしてて、ね。あの愛おしいと。これすごい写真だな本当にな。まあね、その時はもう立ち会いで大変だ。上福岡のペンネーム団長祭君。
どうでもいいことですが、僕は夜寝るとき腹巻きをして寝ます。おお。この腹巻きは僕が熊本の田舎から出てくるとき、お前は風邪をひきやすいんだからと言って父親が自分が所有していた3つの腹巻きのうちの1つをくれたものなんです。おお、いい話だな。60近い父親が所有していたものにしては派手な薄紫色をしていますちなみに残りそう2つの花巻の色はグリーンとピンクである。おお、綺麗じゃん。いい話ですよ、ね、これ開けましょう。大事にしてください。杉並区の井上和彦君、若原ひとみと市原悦子の関東カラーを見ていて思った。マックス桐島さんをお迎えした時のラビーの着ていた鎧は前と後ろが逆になっているかもね。そうなんです、これね、あの下がってる房みたいなのがありますね。それ揚げ巻きって言うんですけど、揚げ巻きは本当は背中にあって袖の紐を結ぶものだね。これね、焦ってきたらね、逆だったんだけど、でももう間に合わなくなりましたね。よくは読み取りましたね。あげましょう。まあ鎧をラビこれはね、本当はそんなこと言ってますけどね、謙遜してるんです。これはね、鎧を逆に着て色よということです。桐島さんにね。無理やり。ここに無理やり出ました。最初ムック君出ましたね。色よというね、それ僕だけには言ったの。無理やりのムック君です。ラビじゃあムック君これ逆だね、分かってんだよ。でもね、これ色よっていう。これ伝わるかな。埼玉県の稲妻野郎ゴッチ君、中学2年の時の同級生にしきりにニワトリヒヨコというやつがいたが、それが何を意味していたのか今でも時々思い出しては気になる。裏人が俺みたいにいたんだ、ニワトリヒヨコとか言ったんだよ。そう、イチローさん。俺どういうわけだかね、友達とね、あの会って目があって先にね指さしてタバタって言った方が勝ちっていうゲームをやってましたよ、ね、それ何なんですか。それ今でも目があったと思ったら言うわけ。最初にね、朝あ、なるほど、違うクラスなんですけども、タバタ、そう言ったら勝ちなの。そうなの、あ言われたって、今日は言われたって言うとエチに行っちゃうわけ。そうそう、今日は俺の勝ちだと色よって言われた方が、色よくさーって、なんであんなことしてたんだ。いやそれ楽しいんだよね、うん、しないと気持ち悪かったですね、うん、群馬県の石井貴智くんです。毎朝学校へ行く時のことですが、自転車で立ちこぎを覚えて、いざサドルに腰掛けようとした時、お尻の穴にサドルの先端の尖った部分が刺さる場合がある。ああ、これはあるんです。ちょっと痛いような気持ちが、ね、かっこつけてね、小さいサドルなんかつけてると硬いんですよ、でクッションもついてないサドルね、もうあのレース用みたいな、カーンっていくとビテ肛門から微量な話で失礼ですけど、肛門の柔らかいところに当たったあとビテ骨二段当たりするんです。これ、ね、取っちゃう本当に。その間もね、自転車をね絡まれてて走ってですね。伊藤さんの痛い時に走ってる時のこの不条理を感じる。そう。でもバランスはね取らなきゃいけない。これあげましょう。これあんたね、あのジャッキーチェンのサドルが取れちゃった。取れちゃった。サドル。棒とか刺さっちゃうやつありますよ。あれ、あのまま即死ですよ。刺さっちゃったの。じゃうよね。あーぐらいで済まないよね。杉並のイザベルウヒョウヒョ君。違う、ウヒョウヒョじゃないんだけど。あ、知る手つながったんだ。1万円どうでもいい話ですが仕事なんだから、 ある日姉と向かい合って食事をしていた時のことです。姉がスープをスプーンで飲んでる時、口元からポロリとご飯が一粒スプーンに落ちました。姉は気づかずそのスプーンをお皿に戻しました、そこで私がご飯粒がスープに落ちたよと言ったんですが、姉は強情にもそれを認めないんです、私はこんなくだらないことを本当どうでもよかったんですが、認めない姉に負けたようで必死にスープの中からご飯粒を見つけ出し、姉にほらと差し出しました、ご飯粒を落としたことを認めさせたんです、私は自分をルーの皮ぐらいしつこいなと思いましたこれからも頑張ってくださいくだらない、これあげましょう。台東区の四つ年上くん、ある寒い夜、風呂場からギョワオヤというものすごい叫び声がしたので、驚いて駆けつけると父が全裸に左耳だけ真っ赤にした情けない姿で立っていたんです。何でも父は浴槽に入ってからもまだ寒かったために、浴槽の蓋を全て自分の上に天井のようにかぶせて入浴していたらしいんです。何これ、分かる、こうやってパタッてかぶせて、要するに首だけ出るようにして湯船を蓋して、そうそうそう、首も履いてたみたいです。あ、首も履いてたんですね。つまりあの浴槽の蓋を全部閉めて中にいたわけです。あんまり寒いからお湯とせよかったんですけどね。それでね、そうやって風呂入ってたわけ、夢、そこに自分の夫がそんなバカなことをしてると夢にも思ってね、母が、夜間を片手に風呂場に現れ、煮えたぎったお湯を浴槽に入れようとしたお母さん、お母さんの、ね、努力したわけ。お母さんはお父さんが見て思って、お湯を足してあげたんだね、そしたらその煮えたぎった湯が左耳だけにかかっちゃったわけ、
それでギャーになった。危ないよこれね。PS、うん、私も夏場で同じことをサウナとしてやっており、うん、あサウナね、うん、汗かけて、うん、発見者である父に情けないからやめろと言われてるんです。まさか半年後に父が自分からやるとは。ま、これお姉ちゃんに聞いたんですよね。海どうなったの、うん、湯船に何だっけ、膝まで入るの、胸までか、腰のあたりまでしか湯船にお湯を張らない、うん、自分が入った時、うん、これでずっと入ってると、うん、15分ぐらいすると30分、うん、滝のように汗が出るんだ。おお。じゃあすっきりするらしいよ。あ、で逆にこう、なんていうか。全部入ってるんじゃなくて。全部入ってるとは、あ、湯上がり、のぼせちゃうから。のぼせないんだ。腰から下、あ、心臓は入れないんだ。あ、そうするとあれしないんだ。うん。のぼせないんだ。と、たーっと汗かいて、なんかすごくすっきりするらしいですけどね。お姉ちゃんいつも秘密の彼と、それをしてるらしいです。秘密の彼。一郎さん、一郎さん。一郎さん。つくば市の結構飛び馬くん。うん。先日受験勉強の合間に捨てずに貯めておいた音楽雑誌50冊くらいを読み返していると、うん、あ、分かる、合間にね、いつも読まないくせにね、受験勉強で小説読みたくなって、そうなんだ、逃げるんだね、うん、こんなの一体誰がつけるんだというようなくだらない洋楽シングルの日本語タイトルを見つけました。お、ジャンピングジャックフラッシュに続く、今度は日本語のタイトルです、うん、レイ・パーカー・ジュニアの、I Still Love、うん、I Still Love、うん、まだ私愛してる、うん、愛してる放題そのままじゃない。エルヴィス・プレスリーの、うん、ドンッドン放題、うん、ドンとまずいぜ。いいだって俺まだ知ってるプレスリーのフィーバーって歌から、うん、フィーバー、うん、あれ知ってる、その時ついた日本のタイトル、胸が燃えるぜ、ぜがついてるの、ぜがあのプレスリーって不良っぽいからなんとか出せとかって胸が燃えるとき芋食いすぎたみたいな。フィーバーっていうのはプレスリーの曲なの。いや、プレスリーがだからカバーで歌った。あれはなんかスタンダードの、うんうん、それが胸が燃えるってなってましたからね。笑いましたですね。はい、私の周りのどうでもいいこと、郵便番号 107-0 キベスラジオ小先にかけてアドレナインで届きます。佐野涼子さんの愛は帰らない。はい、佐野涼子さんのニューアルバムウィンド&ウィンドウを聴いていただきました。さあ、おかげ列島です。今週のテーマは意味ね、数字で9ということでございますね。数字いきない、うるさいな。有川大明神親衛隊隊長レンジャムシ君です。はい、62、うん、北島三郎さんの片っぽの鼻に入るピーナスの数、そんな愛して北条裕二君練馬区、はい、意味ね、数字で9。村野武則さんは6。何、今まで村野さんが道を歩いていておばあさんに拝まれた回数は6回あのお風呂がありますんでね、真ん中あのお釈迦様だと思われる。これおかしい、これあげよう。もう一つあります、うん、伊吹五郎114。伊吹五郎さんは水戸黄門に出る時には胸に強く晒しを巻いているが、実際にはバストは114センチある。おほう。ちなみにウエストは130、ヒップは160。どんなの、あの人ウエスト130？ これは嘘でしょ。これあげましょう。でもね、6回っておかしかった。三重県の椎谷譲くん、出羽錦さん0。もちろん季語の回数。これあげよう。この間ハワイアンオープンさ、あの見てたらさ、あのいいショットしたのよ、17番と16番 で吉田慎一郎さんに言ってるの、アナウンサー、うわースーパーシャーってスーパーシャーって2回言ったの、うん、その後ジョン・クックっていうのがもっといいショットしたら、うん、おースーパーシャーって3回言いやがった。怒ってたの、またそれ、それでデアノミさんより許せねえ。デアノミさんはつまんないけどなんか笑えたけど、ね、笑えたけど、うん、お前吉田慎一郎さんでした。前からちょっと気になったの、ちょっとね、ちょっと苦言を呈したいわけ。あのね、なんかね、若松選手かなんか来た時にね、身長何センチですか、160、僕より小さいですねとか言った時に、うん、こいつなんか嫌なやつだなと、嫌なこと言うなと、なんでそんなこと言うんだろうって、うん、彼は小さいのに頑張ってるっていうことを言いたかったんだろうけども、うん、表現がその人には違うの、なんか俺は背高いみたいに俺は聞こえちゃったんで、嫌、うん、だなと、嫌だなっていうのが前振ってしてあったけど、うん、それがスーパーシェスーパーシェって言ったから、うん、お前はあのスーパータイムのあの女が忘れちゃった俺あの外資の人前のね、そう、このシャーミンかっつって言うと、その時は言えなかった、家の中で、北海道の角田純二君
巨人の原辰徳さんは4573、何でしょう。プロリスからの守備位置の変遷、栄光と衰退と流浪の歴史。千葉県の匿名ペンネーム入院ワオ君、入った時はすごかった。伊藤みどりさん5、ええ、メダルの数ではなく両親にラッシャー板前と見間違われた回数ってすごいな。メダル。江木敏夫さん3、はい、動画を利用して子供料金で電車に乗った回数。そんなに社長なの。そんなにいいね。岡沢のトークン東京都大田区、ラビーは108、はい、今週ラビーが冷蔵庫を開け閉めする回数、新しいものって気になるな。確かにね、あの何でもね、冷蔵庫のものはね、うん、家でね、あ、俺が取ってきたのって俺が取ってきた。これ当たりますよ、当たり。なんか俺も買おうかな。冷凍庫のもうちのももう6年ぐらい経ってた、まだ6年だ。買いましょう。そうだね、壊れたら。いやちょっとね、調子悪いんですよ。もういっぱいなんですよ。あのおっぱい冷凍してあげて。あ、赤ちゃんのね。そう、宇都宮の飯泉祐希君、ラビーまた38。おお、もう何でしょう。一日に冷蔵庫高輪などの中を見る回数、108と38、どっちが真偽が問われてますね。いや今日もね、冷凍庫とか開けてね、整理してました。別に言ってたの、入るな、縦に入るとか言って。嬉しいんだよね。そうなんだよね。練馬区の北条裕二君です、女子校、97.3、うん、新しく女子校に赴任した教師が初めて教室に入ってみると、生徒全員が恵比寿吉和にウリ二つの顔だった時、翌日その教師が旅に出る確率が 97.3%。 そんなわけない。東千鶴さん70、うん、東千鶴さんが金子の坊の楽しい夕食の収録中、金子のスキンヘッドを引っ張られてやりたいと思った回数が70。これうまいな、うん、あれいいコンビなんだよね。日野市の竹下正宏くん、100分の99、うん、ドラマ不揃いのリンゴたちの再放送はもうやめろと思ってる人の割合。そんなになんかやってます。やってます、これが。ああ本当に。巨人の保証数じゃないですよね。東京都のペンネームバカ丸出しだるまカバ、うん、富永一郎さん、うん、1040万3236、うん、今までに書いたおっぱいの数、うまい、うまい、これあげましょう。おっぱいだと思ったら、おばあちゃんの似てる。あ、これ違う。スルメだと思ったら、おばあちゃんのおっぱいだった。似てる。あ、嬉しいな、鈴木さん。あ、俺鈴木慎さんマスターしなきゃ。すぐ抜くんだよ、相手の。ちょっと嫌な顔してる。ライバルっていう設定だから。普段ここで仲いいんだよ。そう。お茶飲んでたでしょ。これ。埼玉県のラジオネーム一条光くん、横森良三さんに、いつもにこやかな横森さんが今までのテレビ出演の中で、あ、今横森さん怒った顔したぞと視聴者が見切った回数。そんなのあるかな。2回も、ペンネーム有川塾一期生こと平野康夫くん、立松和平さん 97.11、うん、ですかこれ、ね、少し前にジーパンの似合う芸能人で立松和平さんが選ばれていましたが、うん、あれは汚いジーパンだなと思っている人の支持率が 97.1%。 これあげましょう。富永さんどう思いますか。やっぱりジーパンは似合う。ジーンズにアイロンはいらない。当たり前。他のものと洗うと色が移るようにおかしいなこれ。似てるな。ジーパンだと思ったらアンパンだった。練馬区の北条裕二君、だんだん似てなくなる。瞳と悦子は39だそうです。あ、何ですか。瞳と悦子の39ページの淡路博さんは何か嫌なことでもあったんでしょう。淡路さんってのはね、割といつも ね、 あのネガティブな顔、真剣な人なんですよ。ね、本当だ。そうかと思うと川岸さんもなんか社会部記者みたいなポーズ。そうよくわかる。あの世界地図に貼ってある人、そうそう、今そこにいます。はい、我々私今テヘランにとかそういう人、ね、うん、これあげましょう。野野さんはこれ普通と同じサイズで撮ったんですけど、小さいサイズになっちゃう。これ実物大なんですバカよせよ。ラビー13、はい、ね、ラビーお父さんが金属25周年で生まれたので、金という名前がつきましたね、はい、もし金属13年の時に生まれていたら名前が関根十三郎になっていたことでしょう。そんなわけ。よく来るんですよ、柳瀬さんからね、うん、あの十三さんで自分で言ったんだ。
うん、別にトミって呼んだ人もいる。豊島区の田村慶三君、浅井社長、2分15秒という数字です、うん、カップラーメンにお湯入れてから食べ終わるまでの時間。これうまい。あれよ。俺自分で思い出した。高くても何でも食べちゃう。自分で思い出しちゃった。やばい。関根、23です。よろしくお願いします。岩浜がこうやってほら、ああ文書にさ関根さんもう意外にしてこれ。でもあのなんていうの、どうでも作るのちゃんとうちに、だって関根だから、あ関根だからね、うん、上まで変えちゃうと、上を変えちゃうと、あの宛名に該当者なしになっちゃうんだ、何様方に、何様方に、なるほどね、何様方に、なんか真剣に聞いてどうするんだろうね。真剣に聞いたつもりがあだだった。でももうちょっと普通の名前でいいと思わない？ジュースだ、ジュースの、ジュース、そうだよ、ゴルゴジュースが好きなんだ、腹いて。長島茂雄さん、泉ゆうきくんね、1/2、ゴルフで厚木カントリーで待ち合わせした時に長島さんが2分の1の確率で本厚木で待っている。これあげましょう。あ、埼玉県の斉藤隆史君が最後、武蔵丸、あ、まだあります、武蔵丸2800、お日本に来てから本名のふにゃまるペニタニを現れた回数。まだありました、すいません。秋田の渡辺純一君は秋野陽子さんは14、うん、秋野さんが小崎のハガキ職人をやっていた日数が14日間。そうかもしれない。斉藤隆史君、また楠田絵理子さん3/2、楠田絵理子はすでにチャンバーのロボットなので全身のネジの3分の2は錆びている上に緩んでいる。おいおい、ひどいな。伊東市の杉田博之君、役所広司さん朝1回。役所さんが朝起きて寝ぼけながら自分の顔鏡を見た時、どうして鴨鹿が家にいるんだと自分を見間違う回数。あげようこれ。まあ立派なねお顔ですから。鴨鹿ってのはすごい。高田武さんもいるんですよね。そうですね。衝撃ですよね。宇都宮の飯泉ゆき君。鴨鹿さん、角さん。ちょっと小声になった。ちょっと小声になっちゃった今。鶴岡さんも人がいいから。それで中村敦さんが出て3人ですか。こんにちは、トナカイです。鴨鹿です。それでピッカリ B です。水野春夫ちゃん、5。水野春夫の好む色、ピンクの5番ってよくわかる。これおかしい。これあげよう。ピンクの。いや本当ですね。さっきここでいいのかな。あ、ここでいいの、この間下室で。あで、一人で。いや相原優ちゃんに、知ってますか、なんだよ、プリティーウーマンのあの誰でしたっけ、あの男の人、リチャードギア、そうリチャードギア、リチャードギアってハツカネズミ飼ってるの知ってる、ペットにハツカネズミ飼ってるのよ、ゆいちゃん。俺はもう死にそうになっちゃうんだけど、スタジオ中笑ってんの。まあこれはちょっとわかんないですけど。練馬区の北条一郎です。ゆりとおるさん、-1、真空状態で物を落下させるとどんなものでも同じ速さで落ちます、なぜかよくわかりませんが、ゆりとおるさんだけは落ちる速さが1秒速いと遅いそうです。おー、なんだあれ、不思議だね。俺理科の実験で見たよ、視聴覚室で。鳥の羽でも鉄の玉でも同じ速さで落ちます。じゃあ真空だって。真空だと、うん、そう、でゴルフは真空と、ボールがプシャー、この参ったな、ホールインワンで金が出てるな、おい、あのパラシュートでは落ちるでしょ、パラシュートとかスカイダイビング、体重100キロの人でも50キロの人でも落ちる速度同じなんだって。あ、そう、なるほど、面白いもんだね。何なんでしょうね、あれね。それは聞かないでください。福岡の競技乱舞君、加藤剛さん、20、加藤剛さんが本屋でビニールに包んである純和風滝田栄写真集を見ようとビニールを剥がしていたら店員さんに叱られて意固地になってしまった回数が、さあ北条裕二君、練馬区はまだあります。アルベールビルオリンピック3、アルベールビルオリンピックの開会式のプラカード係の女性と同じ格好をした下田景樹氏がすでに3回目撃されている。しかしうち2回は風船の中が前座だったので、今度見かけたら風船に針を刺して下田のリアクションを見てみたい。大体これちょっと普通じゃないですよね、ちょっとセンスがね、ちょっと違いますよ。あとなんかこうセンスだけじゃなくて私生活もなんか変そうですよね、ちょっと変わってね、
書く小説を割とハードボイルドでしょ、うん、ハードボイルドって言われば割とソフトな感じだよね、うん、ご本人は、うん、もう一人の人いるじゃないですか、うん、ハードボイルド、あ、北方健三さん、割とあの人も見た目そのままハードボイルドでしょ、うんうん、大徳の内田君、三、長嶋茂雄さんが新プロ野球チーム長嶋アゴケツ結成のためアゴケツ選手を、いや、アゴケツ、アゴがケツみたいになってアゴケツ選手を募集したら集まったのは柴田勲ただ一人、そこでチーム名をお犬様ホエールズに変えてとりあえず三木清隆と北東美を獲得してただいま3人だと。チーム何でしょ。来週のテーマです。荒川区の妙豚にはクリスチャンという方ね、いいな、意味ね、連想ゲーム、うん、これをやってくれとね、早起き、うん、一般の人とリスナーの連想の違いみたいな、はい、うん、連想ゲーム、早起き、一般、ジョギング、新聞配達、うんうんうん、リスナー南美希子、ああね、ロングはロングタイム、シーニーズロングタイムメイクアップね、うん、メイビー、ね、メイビーね、パハプスね、小田裕二さん、一般の人は人気ナンバーワンとかそれ顔、うんうん、ね、リスナーベストガイ俳優、あ、石野真子さん、うん、一般の人は連想するのは元アイドル歌手、元長渕夫人、うん、陽子の姉、うん、リスナーは読めません何何これよく分かんないね、読めませんがそういう意味ね、連想ゲーム、一般のリスナーという、ね、なんだ今のお願いします指輪の17の連絡 TBS ラジオ、ここに書けたどういうことだよ、よろしくお願いしますということでございましてね、あー、よくわかりません、これ私、え、あー、そうか、ということでございますね、さあ来週ですが、いよいよゲストに米米クラブのカールスモーキー石井さんが、あ、久々にまた来てくれますね、あ、いいですね、記憶のネックレスに続く、面白い話はあるのか、また新情報をね、うん、カールスモーキーさんびっくり出すような、あ、お願いします、裏ネタをください、はい、あと小時モネモネブックメーカー、私ムックン編の正解発表とラビー編の出題もございます、はい、ね、どんどんお願いします、それで今日の T シャツプレゼントですがね、はい、やっぱり、泉ゆき君、水野春夫さんの好みのピンクの5番、うまいな、それから杉田裕之君、どうして鴨志君は家にいるんだ、あ、これおかしい、役所広司さん1日1回思う、うん、それから泉君、またですね、泉君2人、2つ、長嶋茂雄さん2分の1と厚木関西と本厚木と、はい、この出演もう一人は田村圭三君、予選初島君、浅井社長、2分15秒カップラーメンにお湯入れて食べ終わるまでの時間、うん、このね、方たちに T シャツプレゼントしますね、よろしくお願いします、来週も何かあげようしようは TBS の特設テレカ、はい、こちらをプレゼントします、よろしくお願いします、あ、ラビのカレンダーですね、当選者です、はい、ジーンズカレンダー、はい、江東区の小野慎子さん、秋田県山本区の飯塚栄太君、はい、新宿の小川修一郎君、大阪の谷口真由美さん、所沢の網倉沢子さん、そして麻生真子さん、北見の一流女優星野智子さん、あの小野慎子さんはあのワクワク動物ランドの方のカレンダーですので、はいはい、よろしくお願いします、ということで今日も満載でした、じゃあまた来週ね、パッホー、僕バド